さあ行きましょう。キャンベルにもう一回一度連絡してみようかな。対策を聞いてみましょうか。どうだ、大丈夫か。メイリンのアドバイス通り。ああ、状況は変わらない。スネーク、私にできることある？ああ、腕が痛い。腕が痛い。そう、かわいそうに。鎮痛剤の量を増やしてみるわ。そんなことできんの？デキセドリンは投与しなくていい。性欲を持て余す。それだけ元気があれば。性欲を持て余す。スネーク、コントローラーを腕に当ててみて。え、はい。なんだ。いいから、あなたの痛みを癒してあげる。え、マジか。じゃあ行くわよ。はい。ああ気持ちいい。どうスネーク、少しは楽になった。ああ気持ちいい。一体どうやったんだ。バイブレーション。ナノマシンの専門運動機能を使って筋繊維を刺激してみる。すげえ。じゃあ次股間をやってくれ。できるのはこのくらいだから。コントローラーを股間に。ナオミ、何か話をしてくれ。全然話聞いて。紛らわしたい。ナオミ全然話聞いてくれ。どんな。何でもいい。冗談や冗談や、ナオミ。自分から話すのは苦手。そう、君のことが聞きたい。君のこと話してくれ。私のこと？難しいわね。家族は。なんで全然喋らへんやん。私には愉快な話題じゃないわ。俺には家族はいない。いや、一人父親を名乗った男がいた。ほう。その人は？殺した。俺がこの手で。殺した。ビッグボスか。ビッグボス。ビッグボスが。君が知らないのも無理はない。6年前、ザンジバーランド。ビッグボスは知る者は今では私とスネーク。スネークが殺した。そんな、ビッグボスは本当にあなたの。奴はそう言った。それだけが事実だ。あなたはそれを知っていて彼を。ああ。どうしてそれを望んだからだ。俺も、そして奴も。いいね。親殺しなんて、俺の人生のトラウマだ。ということは、ボックスハウンドを離れたのはそのせいなの？アラスカの厳しさが心地よかったのは確かだ。ということは、スネーク、私も本当の家族はいない。大学まで進学させてくれた兄の一人の親父も当然ビッグボスということになりますかね。その人はもういない。そうか。スネーク、恋人とかいるの？一度戦場での緊張状態を経験すると日常生活では誰も信用できなくなる。友達は？うん、キャンベル大佐。キャンベル大佐。友達はキャンベル大佐。それだけ？いや、もう一人、フランク・イエーガー。ビッグボスから最も信頼され、舞台内で唯一フォックスの称号を与えられた男、グレー・フォックスだ。うん、俺は奴からいろんなことを学んだ。でも殺し合ったんじゃ。確かにザンジバーランドで俺は奴と戦った。だが敵意があったわけじゃない。それぞれ敵と味方に振り分けられた。なるほどね。なんか兵隊らしい考え方っすね。戦いは友情を終わらせるものではない。そんなのおかしい。最初に会ったのは戦場だ。奴はアウターヘブンで捕虜となっていた。はい。しかし俺には奴が捕虜には見えなかった。あくまでも冷静に的確に新米だった俺をサポートしてくれた。それから親密に？いや、プライベートでの付き合いはない。俺たちはみんなそうだ。次に戦場で会った時は敵対する関係になった。すごいね。俺たちは地雷原の中捨てて殴り合った。ちょっとファミコンのメタルギアプレイしてるんで忘れてるんですけど、善も悪もない。出会ってるかもしれないですね。一体感があった。出会ってたんかな。もう一回見返さなあかんな。殺し合いよ。ああそうだと思う。そんな関係ならあの忍者はどう説明がつくの？わからない。いやだからやっぱ執着してきとるんよ。
殺戮を誘発するものが書き込まれているのよ。妙にこだわるな、その話。そやねん、なんやねんその話マジで。君はどうして遺伝子の研究を。私、両親の名前も顔も知らないから、自分は一体誰なのか、それが知りたかった。お前もかよ。それで DNA を。そう、私は遺伝子を突き詰めることで私のアイデンティティを取り戻そうとしたの。こいつ臭いっすけどね、かなりね。解析すれば人の遺伝子に秘められた私の空白の記憶を取り戻せると。空白の記憶。そこに記憶はあったのか。わからない。でも人の運命までもがたった4つの塩基配列で刻まれているなんて。俺の DNA の未来は、俺の塩基配列は知ってるんだろ。あなたに未来。未来は。うわぁ、口ごもりよるな。わからない。まあいい。だろうな。君は科学者だ。わかっとるっぽいよな。何かわかっとるっぽいよな。怖っ。怖いっすね。おほら、お腹痛いね。腹痛い。ちょっと待て。トイレか、トイレ行く。よし、この隙に隠れて、この隙に隠れて、アイテムとか何も持ってないですもんね。で、どこ行ったんや的な感じにして、今多分うんこ行ってますから。出てきた。あれ、いや違う。おい、こっちだ。オタコンや。どこだ。オタコン、オタコン、助けに来てくれた。僕だよ、オタコン。君でも捕まったりするんだ。早くここから開けてくれ、早く。痛い。話してくれ。急いでるんだ。それが人に物を頼む態度かよ。いやいや、態度とか。まあ言ったな。これじゃ野獣の檻だよ。ひでえ匂いだし。その男を見てみろ。ああ、ダーパ局長。早くしないと俺もこいつの隣に並ぶことになる。ひどい連中だ。うじがもうえぐいな。ここにはセキュリティカードでは開かないんだ。兵士が持っている鍵でしか開かない。じゃあ何しに来た。これをお腹が空いただろうと思って。何やこれ。食料ならまた持ってきてあげるよ。何やあれ。それとカード6、そこの拷問部屋から出られる。サンキュー。あとこれも。ん、誰かに見られてんぞ。ハンカチだよ。スナイパーウルフからもらった。どうして。スナイパーウルフからもらった。ストックホルム症候群か。僕はここの狼犬の面倒を見てたんだ。ほう。テロが起こった時、奴らは犬を見殺しにしようとした。犬たちに餌をやりたいと言ったら彼女は許可してくれた。彼女も犬が好きなんだ。彼女はいい人。惚れてんのか。だから彼女を傷つけないで。いいか、目を覚ませ。その女にメリルは撃たれたんだ。僕ができるのはここまでだ。奴らは核を使うつもりだ。食い止めなければならない。あそこに行くには協力してくれ。越えないといけない。その前にここから出してくれ。分かってくれよ。これでも頑張ってるんだ。見張りがここの鍵を持ってる。あいつを倒してくれ。冗談じゃない。僕は兵士じゃない。そんなことできない。やばい、あるんだ。やばいやばい、あるに決まってる。やばいやばい。それじゃ見張りが戻ってくる。おい、俺の作戦、俺の作戦。何もらった。スカーフ。かすかに彼女の匂いがする。ハンカチ。スナイパーウルフのハンカチ。レーション。ケチャップ。丸ボタンで塩かの。塩ってどういうこと。ブブー。スカーフ。これあれかな。狼が襲いかからんようになるとか、そういうことかもしれないですね。可能性としては。可能性としてはあるな。作戦で、この作戦で行ってみる。隠れとく作戦。さあ帰ってきておらんぞみたいな。
ほら来た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 、焦ってる焦ってる。よし来た。おら、あーしまった、くそー、今のでよかったっぽいな。遊んでどうする、おらんとき、うまいこと見とらへんときに入らなあかん。遊んでどうする、遊んでどうする、くそムカつくなこれ。ケチャップは何、ケチャップ血のりみたいなことかな。これでいいのか、あかん、スネーク、ショータイムだ、あかん、食べただけか、ケチャップ。いや、なんかやり方あると思うんですけどね。何に使えばよかったんやろ。体に塗りつけてぶっ倒れたりしてたらよかったんじゃないの。丸ボタンを連打すれば、いや、分かってます分かってます、行きましょう。服従したければセレクトボタン、そんなに大して押さんでもいいってこと分かってるから。ライフがなくなるとゲームオーバー。はい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 、分かりましたよ。はないぞ、さっきチャンスやったな。先に扉から出てしまえばよかったっすね。あの作戦は相当良かった。ちょっとね、楽しよう。楽するというか、ここは最初にあんまり本気で連打しないで。よしよし。聞くだろ。聞くだろ。もう一度行こうか。最後だけなんですよ、きついのは。最後まで体力をちょっと温存しといて。いや、ここもきついな。まあまあ減るな。うわ、長い。長いわ。普及するか。どうだ。ぬーで。まだ終わらないぞ。気に入った、ここ。ここめっちゃ気に入った。行こう。この野郎、スタイタタタタタ、オッケーしょ、オッケーしょ、はぁ、あ、きつ、なかなか強情なやつ、オッケー、今回のところはこれくらいにしておく、あざます。お前にも理解できるはずだ、私たちは今のような世界では生きてはいけない。まあね、私たちには緊張が必要だ。俺らは所詮戦争やか。今の世界は抜けている、感情を押しつぶした偽りの時代だ。だから世界を目覚めさせ、本来の姿に戻す。なるほどね。欲望と才に、強打と万有が入り混じる緊張に満ちた世界の実現。読めんな、難しい。お前が望むものでもあるんじゃ。いや、まあそれを言うなよ。リキッドスネーク、大した男だ。奴は本気でそれをやろうとしている。その要は戦争が起こらないと、戦争状態じゃないと生きていけない男たちがいるっていうことですよね。いや、わかるよ、その言いたいことはわかりますけど、ただそれはやっぱもう言ったらあかんことやねんけどな。それは言っちゃダメだ。スカーフを、完璧見られてんのかな。うるさいぞ。あー、よし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 、こ、よし、いけ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 、あ、いけいけいけ、いた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 、あっちにトイレがあるんや。よし、いや、今回はミスりたくない。先に出るというのをもうやりましょう。出たらもう閉められへんはずやからね、あいつは。閉めたところでも外にいますから。よし、じゃあレーション構えとこうか。作戦は良かったとは思うから。ん？
あん？あ、この声、助けに来てくれたんか、忍者。オタクか。そうか、助けに来てくれたんだな。オタコンじゃない、忍者や。忍者。わあ、やっとこだ。ちょっと待って、もうちょっと待って、最近アイテムって。おお、行け行け、もはよ。いた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 、ちょっとおもろいな。すげえ。よし、監視カメラがあるから気をつけて。おお、隠れて装備。はや、早着替えやね。よっしゃー、戻った。すべてが戻りましたね。タイマー B。 何これ、メニューを開いてるときに丸で捨てることができる。なんじゃこら、怖っ怖っ。服に爆弾セットされてた。タイマーボム、マジか。うおー、マジか。なんとか間に合ったようだな、スネーク。オセロットめ、ふざけた真似を。こわー、ふざけた真似を。コンコン。バカ野郎が、ガチで見とんな、あれ、監視カメラ。これチャフ以外ないか。いや、オセロットマジ怖い男やわ。あれはさすがにちょっとどうかと思いますけどね。逃げることをもう分かってたってことやんね。恐ろしい男やで、マジで。危ない危ない。ちょっと待って、なんかありそうやけどな、あっち。これ、いけるか？こうでいいのか？あ、ここや。え？ここっすよね。あの、最初のとこや。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、ここなんや。ここやったんや。なんかあった、シャフがある。ほう、あんな監視カメラなかったっすからね。だからちょっとわからんかったっすけど、気づかんかったけど。戻らなあかんのか。どこに行くのや。ちょっと電話していい？メタルギアの地下。もう一回戻んねやんな。洞窟の北にある。やっぱ通信塔、やっぱ通信塔やな。やっぱもう一回行けっていう言い方っすね。あの言い方だと。よし、オッケー。よし。あ、違うわ。間違えた。あ、まあでもいいか。ここも行こうか。まだね、開けてないとこがあるのよ。開けれてないとこがね、一箇所あるから、開けたい気持ちはある。あともう一箇所やと思うんすよね、6は。何があるか。まあそんなに多分重要なものではない、ストーリー上重要なものではないんじゃないかなと思うんすけど。っていうか、多分、じゃ、あー、いた、ここ。6がもうほぼマックスですよね、多分。おい。スタングレネード、シャフグレネードしかないか。結局大したもんなかった。全然気にしない。もうこれで多分開け切ったかな、武器庫に関しては。
と思いますね。多分ね、真ん中の辺も多分開けてると思うけど、もうちょっと分かんないですけど、これも絶対開けてるし、ただあれや、レベルが上がってるからモテるようになってる。だいぶモテるようにはなってますね。これ1やろ。オッケーオッケー。これはもうやめとこ、これやめとこ、もうね、難しそうやし、っていうか難しいし、あれ、あっ、たぶない。とどめ刺すか、殺すか、殺してもいいと思ってる。向こうからも一匹、よし、オッケー。うわ、人来たよ、早く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 、よし、ふぅ、よし、戻りましょう。ドゥンドゥンストゥンドゥン、ドゥンドゥンストゥンドゥン。さあ、地雷原気をつけてねーと。多分ハンカチを持っていけばウルフはいけるんじゃないかという当たりをつけているので、ちょっとそれ試してみたいですね。スナイパーウルフじゃないですよ、通常のウルフね。あかん、あっぶ一瞬なんかためらったわ、今めっちゃ何かをためらいましたわ。こっつ、よし、オッケー、スムーズにこれだ。レーションは、レーションは3か、取るか。ここのレーションめっちゃお世話になってますね。よし、まあでもだいぶ動きは慣れてきました、正直。まあ戦闘も含めてようやくね、今4時間ぐらい経ってると思うんですけど、ようやく動きに慣れてきましたね。音立てといて、わざと音立てといて、回り込んでのこうみたいな、こういうテクニックもあり。B1所長室から抜ける。よし、1個ね開けれてないところがあるので開けにかかろうと思います。確か確かこの辺り、この下やったかな。レーション食っとくか、ここかな。あれ、どっかここじゃないな、ロックが あるんじゃないかと思うんだけど、こう、あ、ジアゼパーも取っとこう。また多分戦うことになると思われるので、ここか、6、あったあった。ん？メディシン風邪薬、総合感冒薬、風邪を治すことができる。風邪ひくの？風邪ひくんや、マジか。でも風邪ひくような状況なんてないけどな。どの状況で風邪ひくんやろ。裸で雪のところにいるみたいなことが起こらん限りは基本的には風邪はひかないですけどね。よし、試してみるわ。ハンケチを持った状態じゃないかなと思うんですけどね。武器も外してどう？ほら、あー、かわいい。
あ、めっちゃ可愛い。あ、そうそうそう、よーそう、暗いけど、すごい暗いけど、こんな感じになってたんや。暗っ、めちゃくちゃ暗い。ここでしたっけ。やっぱりな、このスカーフの匂いが、スナイパーウルフの香りが、香りがほんのりついてんねやわ。へえ。犬はね、犬っていうか狼はやっぱ嗅覚が鋭いから。大丈夫かな。沖縄市がめっちゃ怖いっす。沖縄市が怖いよ。 OK、 大丈夫。こっちも敵はおらんのか。上のなんかあの動いてるあれはなんなんやろね。ちょっとよくわからないですけど、ちょっとスコープで見てみよう。ネズミみたいなのが動いたの。ネズミかあれ。ほら、敵はパッと見おらんね。よし、行きますか。おう？もう一戦やるんかな。くぅ、あー、これほんま痛そうやな、これ。死のうとしとったんだね。私こんなだけど、かわいそう。助けたい、役に立ちたい。黙ってろ、体力を消耗するぞ。私が甘かった。軍人なんかに憧れて、戦場には何もない、そうでは何も生まれない。私の代わりに生き抜いて、スネーク。そして苦しいね。人を好きになって、私のことは忘れないで。電話。スネーク、メリルのことだが。おう大佐、俺は聞いてくれ。俺はメリルを守ることができなかった。諦めんなよ。あの子も軍人だ。捕虜になる事態もあり得ると分かっているさ。自分の意志で任務に就いたんだ。まあな、覚悟はできていたはずだ。いや、そうじゃない。メリルは自分が軍人にならなければいけない、そう思い込んでいただけだ。思い込んでいた。近づくために。あの子がそんなことを。彼女はまだ戦場に立つべきではなかった。戦場で傷つく覚悟もできていなかったはずだ。俺がもう少し。らしくないな、スネーク。らしくないな、スネーク。マスター。盗み聞きしていたようで悪いんだが、我慢できなくなってな。マスター。マスター。スネーク、グラさん、ほら、反省はいい。後悔するのも勝手だ。だが過去の過ちをただ否定的に捉えて自分を責めるのはやめた方がいい。それは何も生み出しはしない。なるほど、ええこと言うな、マスターは。やっぱマスター、伝説の男には似合わないわ。メリルさん、きっと無事でいる。みんな聞いてるわ、俺らの話。スネーク、リキッドたちを止めてくれ。メリルもそれを望むはずだ。そうだな、メリルならそう言うだろうな。スネーク。なんだ。メリルさんってあなたにとってやっぱり特別な人なのね。まあな。特別といえば特別だ。あれほどの跳ね返りそうはいない。そういうことじゃなくて、大佐の命で今は戦友だ。それだけ。嘘。ナオミはどういう立ち位置やねん。好きなのか。家系かもしれんな。家系。家系。突然なんだ大佐。いやな、ナオミのおじいさんの話を思い出したんだよ。聞けばナオミのおじいさんは江戸川フーバー時代に FBI 長官補佐まで勤め上げたらしい。マジか、そんなん言ってなかったぞ。日本人で
マフィアのおとり特別捜査官もやってたらしいわ。何それ何それ。1950年代だったかしら。どこで。ニューヨークだったと思う。めっちゃ怪しいやんこいつ。なんやねん。家族はいないんじゃなかったのか。大人になってから調べたのよ。おじいさんのことを知った時にはもう亡くなった。怪しい。おとり捜査官やろ FBI の。そうか。スネーク負けないでね。この女もう絶対裏ありますね。絶対に裏があるね。確定で。スネーク呼んだ。はい、セーブしときます。じゃあ次回ここからとします。